最初はイセヨンと坂口健太郎が恋に落ちる。韓国ドラマ、愛の後はどうなる？はストーリーと俳優が注目を集めています。日本の俳優坂口健太郎と韓国の女優イセヨンが恋人同士として交際した。坂口健太郎は、愛の後に来るものが初の韓国映画、ドラマ出演となる。これまでのところ、俳優は、ヒロイン失格、や、高台家の人々、などの日本のロマンチックコメディでの役の代名詞となっています。日本人俳優初主演、ドラコー、これが、What Come After Love のあらすじ一方、共演者のイセヨンは、韓国ドラマ、韓国のオデッセイ、や、ホーカフェの主演俳優として知られています。彼女は、What Comes After Love で初めて日本人俳優と共演した。全6話構成の韓国ドラマ、What Comes After Love は金曜日、2024年9月27日、にクーパンプレイで初放送された、What Comes After Love の最新エピソードは、毎週金曜日にビュープラットフォームでインドネシア語の字幕付きで合法的に視聴できます。恋のその後のあらすじ人気小説を原作とした韓国ドラマ、愛の後は